こんにちは、ヤクモです。今回もよろしくお願いします。今回は写真撮影で使うとプロみたいな写真が撮影できる構図を説明したいと思います。それは三分割法という構図を使って写真撮影をする方法です。この写真では三分割法を使って写真を撮影しています。私がよく使っている構図ですが、誰でも簡単に撮影できる構図になります。大抵のカメラには三分割に補助線が表示できるようになっていると思います。その補助線を使って撮影します。三分割法ですが、言葉通り画面を縦横3つずつに分割する方法です。3本の線の交わるところに主題を置く方法と、主題を3分の2に配置して副題を3分の1に配置する方法があります。今回のチューリップの写真では、後者の主題を3分の2に配置して写真を撮影しています。今回はここまでです。ご清聴ありがとうございました。